自身は長く鍛えるものである。フレシェイプの皆さん、おはようございます。本日みの紹介したいのは、末永い自身までにたどり着く5つのステップ。みんなのご存知なんですが、僕昔ながらは15年間以上いじめられたからこそ、自信とかは自分にとっては外国語というも等しいものだったんです。だからこそ自信というのは、まあ1回か2回は確かに実感、そうですね、実感したことはある、実感したあるからこそ、これはね、こうすごくエンドルフィン、つまりその幸せのホルモンに溢れてるの感情とか、僕もちゃんと知ってます。だから僕は本当に信じます。この自信というのものをちゃんと手に入れたら、ちゃんと鍛えれば、あのリチャード・ブランソンとか、あのイーロン・マスクなどの人にのように、自分もものすごく成功者になるわけです。早速ですが、その5つのステップに参りましょう。最初のステップは、あなたは自分の写真を撮ってください。その写真は自分は一番のもう最悪の状態の写真、本当に最悪の状態の写真、これを手に取ってください。その写真の下では何かするかというと、あの一つの紙を取ってください。1枚の紙を取ってください。で、その写真の下ではもちろん、あの Excel でも結構です。その写真の下では、その写真にパッて見たら、その人は今どんな性格してるかって、まあ、その全ての人柄を下にパパパーって書いてください。まあ20個以上で書いたら結構です。そして3番目のステップなんですけれども、同じく自分が一番最高の状態、一番自信満々の状態の写真を手に取ってください。同じくその2番目の写真は1つ目の写真の隣に置いてください。そして同じく4番目のステップで、全てを自分の性格で、その見るの性格をちょっとバババって書いてください。で、それを書いて終わったら5番目のステップなんですけれども、1番の写真はあなたの格好です。格好のあなたです。2番目の写真は将来のあなたです、というのを印にしましょう。ですが、今気づきのでしょうか。大体はこの新しいの自分、つまりその一番元気の自分は、その前の自分をほぼ全ての性格をだんだん模倣する、これの気づきのでしょうか。つまり我々は元気だけで、自信満々だけあれば、これ全ての昔のストーリーは無効になる。昔の悪いストーリーは、自分の悪いの物語は、全ては嘘に過ぎないというのことを分かりましたのでしょうか。それはそうです。だから今度あなたは自信はなくないというのことで、まあ最初はね、もちろんあのこれを全て覚えるために、一回写真、この全ての今やったエクササイズを、写真を撮ってください。そして最初は毎日この写真を見て、このコメントを見て、
それは嘘だなってちゃんと気づいてください。でこれだんだん毎日やったら、もう3分とか2分とかやったら、我々の頭脳の中の血管がだんだんそうこう違う方向にこう混ざってくる、違うところにつなげてくる、違う方向につながってくるからこそ、我々は昔の話、悪いの話も信じられなくなる、新しいの話に信じるようになる。その新しい話は新しいの実施につながるわけです。つながるからこそ何ができるかというと、まあ、それはもっともっと自信になる。もし誰かのあなたに自信を取った時には、これパッと見たらすぐにこれはその自信を活性化させるのトリガーになります。ではリシェイパーの皆さん、どっから僕はそういう情報を、ああいう情報を手に入れたかというと、それは昔は自殺未遂になった僕は自分のコーチを見つかったところです。そのコーチは僕を助かって、自分の自己啓発を自分に教わって、教わったからこそ僕はいろんな本を読んで、ただいまもいろんな本、その知識や経験を基づいていろんな本に助けてあげます。もしあなたは相談になる人がなかったらの場合、そのところで自分の概要欄で自分のウェブサイトが貼ってあるんで、もしよかったらそこで自分との交流をスケジューリングしましょう。または PM で自分を、まあ、PM つまり個人メッセージで僕に送ったらこれも結構です。ではレシェイプの皆さん、もしあなたはまだ対人恐怖症を抱いてるんですけれども、ただこういう、まあ、ちょっとしたテクニックが必要の人だったら、もしかしてこのテクニックは手に役に立つかもしれない。こちらの動画をご覧ください。そしてリシェイプの皆さん、僕はああいう動画は毎日投稿しますので、明日の動画なんですけれども、明日の動画は自分はどうして対人恐怖症になったというのを、そのね、闇の源をね、探っていくというの動画になりますので、もしよかったらあなたもそうかもしれませんが、同じの闇の源を抱いているかもしれません。だからこちらの動画、明日の動画を見たいなら、登録ボタンや通信ボタンもお願いいたします。そして僕は思うのは、配りはケア、つまりシェアはケアですね。だからその動画も友達に配ってください、シェアしてください。高評価もお願いいたします。僕はこのチャンネルでいろんな動画を投稿しますので、大体は自己啓発や心理学に基づいて、まあ、対人恐怖症を、まあ、戦うの動画を投稿し、または、ね、ちょっとビジネスとかね、Facebook マーケティングとかの動画も投稿しますので、もしよかったらこの間でこの2つの動画をご覧になってください。では次の動画に会いましょう。